ベルギー、イーペル付近の激戦地後で、1914年のクリスマスの停戦を記念する十字架停戦とは、戦争や武力紛争の一時的な停止を言う。戦争、紛争の双方の当事者が互いに攻撃的行為や敵対行為を一時停止することに合意すると、停戦状態になる。限られた時間、または限られた場所で戦闘が停止され、その間に負傷者や、 犠牲者の救出が行われたり、本格的な休戦協定や終戦への交渉が行われたりする。停戦期間が過ぎたり、あるいは一方から攻撃がなされるなど、停戦の条件が破られると、戦争再開となる。停戦は、公式な条約の一部として宣言されることもあるが、戦場で向き合う、双方の部隊が非公式な同意に至って、停戦になることもある。 紛争当事者の停戦合意の例として2005年2月8日にイスラエルのアリエル・シャロン首相とパレスチナのマフムード・アッパース大統領が会談し数年来続いた戦争に対する停戦合意が発表されたことが挙げられる合意発表時パレスチナ側の交渉責任者は次のようにこの停戦を定義した我々は今日アッパース大統領が あらゆる場所のイスラエル人に対する暴力の完全停止を宣言し、シャロン首相もあらゆる場所のパレスチナ人に対する暴力と軍事行動の完全停止を宣言することで合意した。また、戦争が激化した時、また戦争に伴う民間人の被害などが悪化した際に、第三国の仲介や国際連合安全保障理事会の停戦決議を双方が受け入れることで実現する。 場合もある。オリンピック停戦は古代ギリシャで、紀元前8世紀に生まれ、オリンピック大会の原則とみなされていたもので、国際オリンピック委員会は1992年に、すべての国にオリンピック停戦を守るよう呼びかけた。1914年12月25日、第一次世界大戦の最中に、ドイツ軍とイギリス軍はクリスマスを祝うために非公式の停戦を行った。 ドイツ軍はクリスマスイブの夜に残酷周辺にろうそくなどの飾り付けを行い、クリスマスキャロルをドイツ語で歌うとイギリス軍も英語の成果で答え、その後クリスマスを祝う叫びが双方から上がり、互いの陣地の訪問や犠牲者の埋葬などが行われた。この停戦は条約締結に基づくものではなかったが、クリスマス休戦は戦線の各地に広がった。 戦闘は数日後再開された。ありがとうございます。